えー、今日はですね何、えー、ち <laughs> あ9日やね11月9日、ねえー、月曜日ですね、えー、第69回目の配信でありますそれではオープニングムービーをご覧くださいどうぞ どうもボビーアトレザーのボビーです。ねえー、11月う10日ですね、えーえーえー、9日や、<laughs> ごめんごめん、<laughs> ねえー、月曜日ね、ね、えー、今日で69回目の配信なんですけどね、6、えー、クですよ、ね、69、6区。えー、6 6だから69はすごく969という感じでですね、えー、とても僕も大切にしているナンバー。 の一つですね。えー、で、えー、そうそうそう。ボビーこの放送はですね、えー。ボビーアド大阪のボビーアートレザーのアトリエから、えー、ライブ配信をしております。ね、えー、今ちょうど昼休みの時間ですかね。週明けのね、ね皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、あ、<laughs> おのさんありがとうございます。見てますよ。ね、見てくださありがとうございます。心強いです。<laughs> でですね、えー、今日はですねなんかこう、早朝からですね、今日はあ、まあ、早く目が覚めましてですねだいたいちょっと三時ぐらいからですね、後にですね、カ <laughs> ワ、えー、ちゃんをですね、えー、ちょっとカスタムをしてみましたで、えーですねえーまあ、今ちょうど昼の十二時ぐらいなんですけどもね、えー、もうほとんど灰になってますけどね、シラフで <laughs> ね、ボビーア・トレザーというとですね、えー、普段こういう,うね、えーあの、ハンドステッチのね、えー、革ジャンですかね、えー、革紐をですね、えー、編み込んでですね、えー、手縫いっていうかあのミシンとかそういうの使わずですね、えー、ひたすらこう編んでですね、えー 作ってるんですねちょうどロ,ロ,ックなロックの日みたいな感じですね、うん、60年代のです、ね、後半から70年代にかけてですね、えー、風靡したハンドステッチの,、ねえー、おのお手法をです、ね、に感動感銘を受けてですね、えー、ずっと取り組んでるレーザーブランドですけどもね。 ええとですね、まあそれとですね、それとですね、えー、まあ普段そういう作品をですね、えー、ずっと続くまああのスタイルとして作ってるんですけども、お今はですね、えー、今月入ってからですね、もう心がすかねまああの今もずっとですね、えー、川ジャンをですねお預かりしてですねカスタムをしています。 えー、どんなカスタムかでですね、あのスタッズ、ね、わかりますかね、えー、スタッズをですね、1、えー、発ずつね、えー、そのお,お預かりした革ジャンにですね、打ち込んでですね、えーつくえーまあ、600, 600粒ぐらい、600発 <laughs> あのひたすらですね、えー、まあ、僕の場合、あの機械じゃなくて手でやってますんでね、もう指先がもう、<laughs> えらいことじゃないですけどね。 えそんな感じで、えー、ちょっと前あの政、ー、策途中のね写真がありますで、ね、こんな感じこんな感じでですね、えー、ま普通のライダースジャケットですね、えー、それをですね、えー、ひたすらですね、えー、あの穴を開けてですね、カワちゃんに studs <laughs> をですね、えー、打ち込んでですね、えー、装飾してますね。あのー、やっぱりね、こうなんていうんですか。 あのスタッズね施すとですねあの道がやるようにかっこよくなりますね僕もこのね今こう着てる頃も10年ぐらいこう着てるシャツなんですけどねなんかスタッズでなんかこう装飾したくなりましたねんなんかねそういうねえなんか なんていうのそういうお手伝いというかね、本当に、えー、これもですね、えー、このジャケットもですね、えー、あれですよ。また、あ、あるね、えーお、お電話いただきましたね、えー。で、この、あの、年末にですね、えー、こ今年の十二月からも。にね、えー、ステージに上がるんですよ。ってイベントの。ってそれで、えー、ね、その羽織る衣装をつ。 ね、作ってもらえませんかとというこあまあその方ですね、えー、熱,い熱をですね感じながらですねこ、えー、このおアトリエで,です、ね、熱く語り合ったわけですよ、うん、で、まあ、その方のお応援するいう気持ちで,ですね、うん、あのお熱が今こもってる状況ですねで,、あのー、でさっきパッとねこう,こういう感じでですね、えー スタッをでで、ね、ですすすねねねずつ入れてです、ね、<laughs> 売ってっますね、まあこういうねお手伝いっていうかね僕にできることっていうかねもう喜んでですね、えー、お手伝いさせていただきますしね、えー、なんかもうカスタムでスタッズとか打ちたいんやっていう方がもしいたらですねまあ、ボビーア・トレザーでよければですね、えー、喜んで、えー、応援ねがっつり、えー さしてお手伝いねさせていただきますんでねえー、まああのー、全然あのー、何ですかあのメールでもおメッセージでもお電話でもお,お待ちしてますんでね気軽にお電話連絡くださいあいろいろありがとうございますねえー、あっ小原君今日も見れたお疲れあ,ありがとうね本山にね、うん、今日から雪降ってるんかな旭川の方は。 ね、明日から雪ですかど、ね、だからねあのよあの昼間のこの時間はね大阪はあれよおあのまあまあ比較的あったかいかな、うんうん、ちょっとこう羽織りもんっていうかもう全然大丈夫なんやけどさすがにねえ朝、ー、3時ぐらいかな3時4時ぐらいここに行ってたらね底冷えしますね。<laughs> であれよもう昨日からダウンのえー、っとね ダウンでできたねあの靴下みたいなやつをね履いたりしてねであとあのレッグウォーマーダウンの履いてですね、えーまあ、膝の膝,膝関係はちょっとお寒いからあちょっとまたあのなんか膝掛けみたいにせないかんな思いながらね、うん、そんな感じでよあのお,おばあさんのような感じでアトリエで、まあ、誰も見られることもないから、うん、そんな感じで、えー、ね えー、スタッツを,をせっせっせっせと <laughs> をやっとってねそ、うんな感じでえあ今600発ぐらいそう600発ぐらい、うん、600発やね、うん、あの1000発用意してたから、うん、もうぎっしり、ね、あのステージ衣装としてね使ってもらうんでやっぱこうスタッツがこう入ったら,ほらあのスポットライトとか浴びた時にこう乱反射が綺麗かなと思ってね。うん でやっぱりこう印象にね残ってもらいたいし、まあ普段からも全然ねま着れるもんなんでね、うん、だからあのすごいこうゴージャスなちっというか風格が出ましたね、うん、はい、あ雪溶けたんね、うん、そうなんや、へえ、<laughs> ね今これね配信ちゃんとされてないのね、ああされてるみたいなね、あの昨日は昼間泊まったりとかしたからね、うん。 えー、そんな感じでですねまああのー、なんとかね、うん、たあの楽しませてもらってますで今、あのー、キャンペーンでね、えー、このねウェブショップの方でですね、えー、こ,ううこういう5%オフのねであの何、ー、うですかボビーアトレザーがね手に入るということでまあ5%っていったらこの時,、ね、時期大きいんでね ぜひね、これを活用していただければなと思いますね。はい。まあそんな感じでですね、えー。まあ今からもですね、この感じですね。ワークデスクでですね、真っ赤な <laughs> ね、そこでスタッズをですね、えー、地道に打ち込んでね。まあだと400発ぐらいかな。 うん、できてるなまあまあ先発超えるかもしれないし、まあ、僕が用意しても先発だけども、まあ、他にもまあストックあ山ほどストックあの形は違うけどあるからあうまいことこう取り合わせてもいいしままあまあやりすぎるもどうかなと思うしあの重いから <laughs> 鉄やからねあの、うん、金属やからね、うんうだけど、まあ、あ北斗の剣みたいなに出てきそうな感じやけどね。うん もうけケンシロウに来てもらいたいぐらいの <laughs> ねあのプロレスラーとかねうんなんかそういうファイターな方とかねうんなんかそういうなんかこうおロックスピリッツとか、ね、えー、っとねとかあの溢れる方がねあの羽織るんでねうんハードコアって言ってましたけどね、うん、なんかそういう絶叫系のなんか感じですね。 内なるパワーを放出してもらうためのですね武装のするあれですねんかこれで解き放ってもらいたいですねそういうふうに願いながらですね日夜今日もですね多分夜までコツ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 地味にやっていこうかなと思ってますけどねそんな感じですね今週もですね まああ一週間ね、えー、皆さん風邪とか引かずにですね、えー、エネルギッシュにですね一週最高の一週間をね、えー、過ごしていただければと思います、えー、あ坂本さんこんにちはありがとういつもね今週もよろしくねじゃあまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねばい。バ